そうじゃん星投げラストじゃんみんなそれ囲うてるおはようございます1,000回目の方もありがとうございます見慣れた背景が落ち着きますねいや中坂もこの,この感じがやっぱ落ち着きますね そうなんですよオリエンタルカレーなんとコンサート会場三日間の販売となりますのでえ皆さんこれはぜひコンサートにも来てみかんぜん TV カレーも買って買いましょう <laughs> 疲れ大丈夫だって結構元気です <laughs> もう昨日はまた寝落ちというかねもう ちょっとブログを書く気力がなくていやブログは書いたんだけど最近マジでアメブロを書く気力が気力っていうかもう残ってなくて気づいたら HP 切れみたいな感じでね、うん、朝ですやっぱキューブキューブは大変だなっていうのを感じてますふふふふふ いやグランパスの勝利は本当になんかもうマジでねうれしかったでも帰りのバスの中だったからなんか叫んだりできないじゃんだからもう心の中でグッとさ心の中でグッとあれしてましたフフフ。<laughs> 50カウントも最後なんだえじゃあ50カウントもしましょうしましょういやーもう本当にこの2日間は結構サッカー2日間でしたねそう本能さん行くってさ聞いてたからさえー、一緒に行きたいって思ったんですけど私ゴリゴリ試合中まであの遠くだったと思って <laughs> そう本能さん さんん全然会うう時間ももないんですよ実はもう私たちがついてちょっとしたらもう炎さんたちは帰る時間みたいな感じだったので炎さんに「もう絶対にグランパスが勝てるように応援してきてください」って言ってバイバイした <laughs> そうまだゼロポジ見れてない中坂も見れてないまだフフフ ねラグビーすごくない ?42 対12ってすごくないでも次の国が強いってイギリスだっけ強いって聞きましたでもラグビー見れてないんですよね朝早いねだって朝早いっすね <laughs> そうフフ <laughs> ンングランド強いんだえー、今日もほぼすっぴん今日はもうガチすっぴん目パッチリだって開いてる <laughs> 今日はどこ行くの今日もまあね結構遅くまで今日もリハーサルがあるので頑張ります眠そう眠そうに見えるからまぶたがさ朝めちゃくちゃ重たくなっちゃうんだよねうん楽しい挨拶あった楽しい挨拶か うん楽しい挨拶はでもすごい面白い方がいたわ <laughs> なまフちゃん隣のレーンからみんなが来てくれるように一緒にアピールしようって言って一緒にアピールをしました隣のレーンに2人で <laughs> そう新しくて <laughs> 楽しかったです 青青青青ささささんんんんはやっぱですよあの皆さんにちょっと言いたいこう全青海推しの皆さんに言いたいんですけど <laughs> 青海推しの方がまあ見てくれてるか分かんないけどあのー、青海さんここ2日間上がる写真はほとんど多分中坂撮影なのでの青海さんのおかげで多分右の筋肉がめっちゃ発達したと思いますそれだけ「0ポジ」見ました暑かったです ありがとうそうこれから用事出ましたって気をつけてね中ちゃんの出る交通安全のイベント楽しみにしてますね10月7日です隣結構コロコロ変わったんですけどまあおるさんが右側にいるのがマストみたいな感じで左側はね結構コロコロ変わってました握手の時はドンさんだったし6部の時はねみおまるさんで。 八部がみくるんで九部が青海さんでした長坂結構写真撮影上手だと思うあの私結構いろいろ考えてます勉強してるいろんな人の写真を撮るから勉強してますやっぱこっから撮るのが一番だよなとかこの人の写真はこういう構図にしてるよなとかめっちゃ勉強してるつもりではいるんですけど 今日ナルシャべだね、そうなんですよね。皆さん聞いてくださいナルシャべ。<laughs> そう。おはよう。え、青美さんと隣の合えなの？青美さんが握手の時目が遠くかいみたいな感じです。 浴衣あ,ずあずかわいすぎたそれなマイカメラを持っていかなかったのもう今回はちょっとキャリーにカメラを詰める余裕がなかったです <laughs> なるしゃべラジオ」ですえっとね CBC ラジオさんのラジオです9時から8時半からどっちかだっけ今週末のしゃべ会 楽しみですね。ちょっと来てくださる皆さん、ポーズ考えてきてください。目も考えよう。気まずい気まずいだって。でも基本的に青みさんの連はずっと並んで青みさんはずっとその方と,と話してるからバレないと思う。 最近のトーク会、アカシ会、一年中ハロウィンみたいだから嬉しい。確かに。コスプレとか多いですもんね。ポーズが浮かばなくなったらどうしましょうポーズが浮かばなくなったらあの、助けを求めてください。8時半から、20時半からだ。ありがとうございます。昨日めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとう。 ね、どうなんだろう全然わかんないよね自分も今週末が楽しみだ初めまして着るだって楽しみましょう普通に即持って行って大変ねだってそう足グラグラすぎて名古屋着いてからさもう一回こけたなんかさ歩道と車道ってさちょっと高さが違うじゃないですかえそのその段差で落っこちてウエーイみたいになって危なかったよねちょっと気をつけてみんな そうくるみ犬犬じゃないじゃないマイメロディーだと思ってたんだけど私マイメロディーって犬なんかなコスプレで使った衣装はその後どうしてるのメンバーに貸すこともあるしでも大体はそのままもう。 ほとんど傷にしまっちゃうことが多いですねキャリー引いてなくてあのパパ坂がお迎えに来てくれたのであのキャリーをトランクに積んでトランクからその車に乗るたった3歩とかたった5歩くらいの間にこけたんですよやばくない私見てなくてパパ坂も一人で「ウェーイ!」って言ってましたあプードルなんだえー、かわいい。 そうプードルなんだねもうかわいすぎてくるみんの時の写真撮ったくるみん撮影会が行われてたもんかわいすぎてそうそんな明るくこういうのを「ウ、え、ェーイ!」みたいな危ない危ないあの普通に幕張でも転びましたメンバーに見られててめっちゃ恥ずかしかった普通に。 なんかいいですよねトーク会とか握手会とかやるとさこう普段見れないメンバーのもっと可愛い一面がたくさん見れるので例えば昨日はゆうねちゃんがセーラー服を着ていたりゆうねちゃんのセーラー服はちょっともう何だろうね私ゆうねちゃんとね年齢ね5つくらい違うんだけど実はあっゆうねあユネちゃんって誰と同いですしきみちゃんかきみちゃんは。 4つか4つ離れてんだけど <laughs> あのー、なんか全然なんか私より若く見えましたそう、うん、そうたくさん転んじゃう中坂さんかわいい当にマジで危ないです 池田に何回助けてもらったかそう中坂さん最近大人だから中坂セーラーはギリ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 でしたもうなんかセーラー服まだ着れる年齢っていうかコスプレじゃない年齢なのになんかすごく恥ずかしかったなんでだろう 土曜日のワンピースは大人っぽかったです。あ、そうなんですよね。なかなかああいうの着ないので、マジ珍しかったと思います。ゆなちゃん、は二千一年十一月生まれらしい。二十二歳かじゃ。にゃんにゃんですね。そう。 全然制服で写真撮ってなくてまたじゃあ機会があれば着,着るのでその時に撮るので楽しみにしててください <laughs> ね。ふふほののさんやっぱり言ってたね時間あったら言ってたでもめっちゃ遠いんでしょ <laughs> 千葉から岩崎まで 分かんない千葉から茨城まで遠いちょっとなんか近いように見えて結構遠いって聞いたのであの行ってなかったかもしれないですね昨日直美さんの格好が夏すぎなんすごかったまぶしかったっすねあの階段撮影スポットなのなんか今回逆になんかいい感じに盛れる場所がちょっと少なくて。 そそうそうで漏れる場所をみんなで頑張って探した結果がまあ、大体あそこみたいな感じでした。お<う>お。 うみんなでね探してます撮影スポットみゆちゃんの足長くてびっくりしました長くはないんだけど標準って感じお眠です安定の楽しさの中坂さんショールーム好きですありがとう <laughs> 今週末久しぶりにお会いできますいや名古屋はね結構会いに来てくれる方いっぱいかな 名古屋は列が途切れませんようにっていうちょっと <laughs> 願望 <laughs> 昨日は握手会ありがとう直接会う会えて嬉しかったです私もありがとう,そう今の子はさそう,そうなんよみんな長すぎるそう そうなんですよおはーえー、すごいマジで今週めっちゃ中坂に会いに来てくれるやん今週じゃないねこもう9月みんなと会えるやんだってさ2324の週くらいじゃない何もないの海はちょっとやばいのミッションを課せられてて何かっていうとあの浴衣を着るんですけどに 17日絶対浴衣着れないんだよね自分でだから練習しとかんとそうやばい <laughs> 私の成績がグランパスの藤井選手推しですということで藤井選手ねもう昨日もやっぱねそうあの鹿島アントラーズには藤井選手がいるんですよ 昨日はこう藤井選手と藤井選手のこう競り合いみたいなのがねあって実況の方が「藤井同士ですね」みたいに言ってました <laughs> <laughs>。着付けできるる子いるのかしらえ噂によるとゆうねちゃん着付けできるらしい でもあの頑張って練習しますもう今年も買っちゃったので新しい浴衣かな今年の浴衣はちょっと奮発しましたそうちょっといつもあ安いから買おうみたいな感じなんですけど今回は欲しいやつを 買いに行きました。わあ五十分だ。早いね五十分。普通に帯巻くだけじゃないのか帯はこうやってやってこうやってやってこうやってやってこうやってこうやってこう,てこ,うこうですねおまだ感覚ある。 帯巻くのは意外と簡単なんです帯までが難しいと思う私はね全然出ないよ <laughs> うイエーイでは 終わります発熱したんで今日は会社を休みますだってうんお大事にね最近結構流行ってますよね夏風邪も流行ってるしインフルも流行ってるしコロナも流行ってるからなんかねもう避けようがないって感じだよね <laughs> アフラさん紫の子リボンコマさんレインボーキロンキュニーさんハートシュシュラスカルさん ええー、紫の子レインボーリボンクマさんハート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 、えートトえぴょんさん紫の子リボンクマさんハートハートお耳目目キュルキュルクマさん紫の子風船ワンワンさんキノコ中坂さんキノコ、えー、風船ワンワンさんハートリボンクマさんレインボーワンワンさんキノコキノコキノコルヌネコさんハートワンワンさんキノコト、えートイスギさん可愛いいトートイ ふムせいまんわさん結婚してリボンクマさんレインボーレインボーピピフピ,ピさんたらのおんぶキラキラ帽しなんだろうこれは星さん <laughs> どうだいルンルネコさんありがとうリボンクマさんレインボーレインボーナッキーさんレインボールンルネコさんお花中坂さん水のだるまナッキーさんきのこきのこきのこガローさん紫のこナッキーさんハート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 レインボーとらさんレインボーありがとうございます 他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますありがとう朝配信だっただってごめん伝えてなかったっけ朝配信ってそれはマジで土下座すみませんあの9月はほぼ朝配信だと思っ出てほしいですっていうレベルで夜配信できる見込みがない そうありがとうございます。ということで今日もたくさんのギフト皆さんねレインボーいっぱいレインボーじゃね間違えたらレインボーは大丈夫。僕はレインボーは消えないと思うんですけど星はねあの今のうちにね投げて破産しておきましょう。<laughs> ということでギフトたくさんありがとうございます。イエーイ。ガロウさんウケるきのこ、えー、中坂さんウケるきのこグデグデひよこさん。<laughs> レインボーガロウさんきの紫のこ。 ありがとうございますそして、えー、SK48 まさんレインボーレインボーありがとうございますさよなら星さんバイバイねえんか新しいミッション難しそうですよねそんなということでありがとうございます では続きましてギフト読みます今日の中身七十三位はでげでげでげでんずんどうぶたのアバターの <laughs> さんですありがとうございますいありがとう, <laughs> うでは続きまして二0位から読みますいきますせーの ぐでぐでひよこさんトーラさんルンルン猫さんナッキさんひんさん天使さんネギネギさんありがとうございまーすー。ありがとうございます。<laughs> では続きまして13位から読みます。13位んふんさんあ,ありがとうございます。いちごパーコン フふフふフさんありがとうございます。ゆピ,ピーフユッピー。1ふフさんありがとうございます。ウキウキウキ。<laughs> 10フふさんありがとうございます。ピョンピョンサギカリカリカリ。<laughs> 9ふフさんありがとうございます。ピカ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 。ふフふ。 ふふふん、さあありがとうございます。リボンコマー。えー、七位、ふふんふん、さあありがとうございます。ワンワン。ワンワン6位、ふふん、さあありがとうございます。SK にやってきたー、元気娘ー。五位、ふふん、さあありがとうございます。おめめきるきるコマー。ふふふ。

はいということで、えー、本当に本当にねいや今日までお星さまありがとうございましたそして今日も配信を見てくださった皆さん星やギフト投げてくださった皆さんありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪とショールームのフォローツイッターとインスタグラムのフォローアメブロのチェックよろしくお願いしますちょっと今日からしばらくはえー、っと朝配信が中止になってしまうかなと思いますし、えー、すごい悲しいんですけど私もあのおそらく3周年の日も朝配信で あのこの30分しかできないのはねあれなのでも,もしかしたらいつもより長くはやるかもしれないんですけど朝配信しかできる見込みがないので朝から盛り上げていただけたらなと思いますそれでは終わりますえげつく楽しみ <laughs> 終わりますせーのいちゃーじんんけあんんてほいー今日の合言葉はバイバイお星さ様、ま、バイバーイ <coughs> イには気をつけて今日からスニーカー生活で <laughs> バイバーイイえ,いえい。イ